はい、こんにちは。豊島区委員会議員、靴沢亮でございます。雅子様、MK 様、ご支援ありがとうございました。ありがとう頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。昨日はですね、2回目のですね、抗がん剤投与の日で、朝からずっと病院で、やっておりまして、帰ってくるの遅かったもんで動画お休みさせていただきました。ずっと外に出てるとさすがに疲れちゃってですね、考える思考力がないっていうか、点滴だけで5時間かかりまして、ずっと寝てたわけなんですけどもね、点滴中は身動きできずに、なんせ漏らすとですね、腕に穴が開くという、攻撃的な薬なもんですから、まあ、そんなこんなで昨日の動画お休みしました。前回の抗がん剤投与ではですね、投与から2日は大丈夫だったんですよ。で、3日目からですね、腹の痛みがすごいのが来たんで、1週間ばかり。で、今日、明日は腹痛くないんだろうなーって思って、一生懸命動画を撮っております。3日目ぐらいから腹痛が起こったら、また1週間ぐらいお休みになっちゃいますけれども、何せ痛い。何をやっても痛い。下痢の時の猛烈な痛みが、下痢でもないのにずっと続く。薬飲んでも効かないっていう。今回はですね、腹の痛みの薬いっぱいもらってきたんで、何かが効けばいいなぁとは思っております。日テレニュースゼロで桜井翔キャスターが、真珠湾攻撃参加の元日本兵、吉岡正道さん、103歳にインタビュー。米兵を殺してしまったという感覚は、と質問し大炎上しました。今日の一番の話題はこれですね。2チャンネルニュース速報でもずっと1位の長1位になっております。まあ、こちらの絵なんですけれども、ネットの反応です。戦争で相手の軍人を戦闘で殺すのは合法。103歳になんてこと聞いてんだ。国のために戦ったのに殺人犯みたいに。この方は日本を守るために命を懸けて戦ったんだぞ。無神経さに虫図が走る。皆さん大憤慨ですね。吐き気を催す胸クソ発言。桜井かばうつもりないけど台本通りじゃ。日テレの台本だろう。台本書いた人はやばいな。裏で脚本書いてるやつは恥を知れ。その台本通りやるこいつもカスやで。テレビ離れが起こって当然だな。そうですね。掛谷先生ですら、NHK 開発者の掛谷先生ですら、もうテレビに細工するんじゃなくて、テレビ捨てる時代だよ。っておっしゃってましたんでね。まだまだ英霊の直接のご遺族、もうたくさんいらっしゃるのに、直接のご遺族っていうのは、例えばお兄さんであるとか、お父さんであるとか、まあおじいちゃんであるとかですね、そこら辺までいらっしゃるのに、なんてこと聞いてんだか。これは援助して当然ですね。これは桜井翔さんの暴走ではなくね、こういう質問しろって台本で、番組が悪いと推測いたします。理由は生放送じゃなかったから。生放送じゃなかったから、録画したものを後でいくらでもこれまずいよなって思ったら編集でですね、カットできたはずなんですよ。まあそれをしなかったのは番組のプロデューサーがなんかの意図でありますね。桜井さんの父親は天下って電通副社長なので、桜井個人は守られるはずであります。脚本書いたやつ、それを許したプロデューサーはどうなっかっていうと、まあこれも責任取らないな。それどころかよくやったっつって褒められんでねえべが。日テレってそういうとこでしょうからね。日テレ株の外資比率は富士 32% に次ぐ 23.6%。 もちろんこれは違法状態です。 20% 超えてはならないって書いてあるからね。それプラス ABC ストアが保有する 9% あるんだって。ABC ストアって知る人ぞ知るあっち系の企業じゃないですか。日本企業だけれども中身を外国人が支配してる
企業じゃないですか。そこが持ってるんだったら、外国人が持ってるのと何ら変わりないですからね。でもはや日本企業ではないと、これを監督しない総務省と総務省を締め上げない自民党も悪いよなって私は思うんですけれども、まあ、総務省の理由は分かりきってますよ。美味しい山下り先を痛めつけたくない、けどまあ今テレビ弱ってますから、それほど美味しい山下り先なのかって疑問に思いますけどね。テレビ局は苦しい懐事情でもなんでかんで総務省の天下り引き受けねえばならないってなったらば、だんだんいい顔しなくなるんじゃないでしょうか。だが自民党がテレビに甘いのはですね、自分の人気値は敵にしたぐらいな、テレビに叩かれたくないなっていうことなかれが一番の理由なんじゃないでしょうか。で、その質問された吉岡正道さん103歳の答えはですね、空母と戦艦を沈めてこいという命令を受けた。人を殺してこいとは聞いてない。黙って命令通りの仕事をしただけだ。全くその通りでございますよ。これでね、軍人が嫌ですなんて言ったら、軍隊は崩壊しちゃうわけだし、まあ、真珠湾に出撃した兵隊さんということですけれども、真珠湾攻撃の4ヶ月前のですね、1941年8月に、戦争行為そのものの在米日本資産を没収凍結したアメリカが一番悪いんですからね。ですんで、その年の12月に真珠湾攻撃されたんですからね。多義に手出したのはアメリカでございます。これは皆さん知らない人多いかと思いますけれども、アメリカにある日本人や日本の資産、企業の資産を没収した。もうそれだけで戦争行為ですから、先に宣戦布告したのはアメリカと、こういうことであります、ね、知らない方いらしたら教えてあげてください。日テレも悪いがテレ朝もなかなか悪い、コロナ収束マスクつけますかというインタビューを行ったらしいんですけど、円グラフが全然おかしい。積極的につける 24.5%、 TPO でつける 47.8%、 装着者が多ければつける 47.8%、 これだけでも 100% 超えですね。できればつけたくない 15.9%、 合計 136%。 円グラフの意味がない。どうやってねじ込んでるのかさっぱりわかんないですね。数字全然合ってないんじゃないよ。この円全体が100としたらばちょっとずつ減るんじゃないかなんて思いますけれども、円グラフのバランスもおかしい。複数回答なら円グラスにする意味がないっていうネットの反応ですね。複数回答だとしても図形と数字が一致してない。本当に視聴者をバカにしている。相当がバカが作ったが相当な悪意かという意見がありました。まあ、工作機関の朝日新聞の子会社ですからね、こんなバカなグラフ、TBS も富士もやってたしね、なんか円グラフで黙らかす。円グラフがワイドショーに出てきたら、とりあえず疑ってかかりましょう。よくよく見ましょう。数字と図の大きさが一致してないことが多々ありますんでね。まあワイドショーぼーっと見てる方々は気づきもしねえんでしょうけどね。米豪に引き続き、イギリス、カナダ、ニュージーランドも北京後に五輪の外交ボイコットを発表いたしておりました。カナダ、ニュージーランド、オーストラリア、まあ英連邦ですか、英国が影響が強い英連邦プラスアメリカがボイコットと、中国報道官、米英豪華は誤った判断の代償を払うことになる。あれそもそも招待してないとか言ってなかったっけ。ネットの反応です。聞きすぎやろ。代償しょぼかったら笑う。でも招待してないんだろ。気にしてないんじゃなかったの。招待してないのに対抗するのか意味がわからん。聞いてないふりやめたんか。もう言うことが北朝鮮と変わらん。映画の悪役がよく言うセリフ。代償を払うことになるだろう。選手も行かせないボイコットじゃないのにね、開会式なの閉会式に各国要人が並ばないのがそんなに苦痛なのかって、あんだけやりたいことやってんのにそんなナイーブなのかっていう話なんですけど、変なメンツが何より大事。バカみたいだなーって思います。呼んでない気にしてないと言ってみたり、
代償払うって言ってみたり、尻滅裂ですよ。文明国からしたらですね、ほら、中国って野蛮な国でしょ。国民も大納得。まあ、行かせない、脅迫してくるっていうね、野蛮な国ですね。台湾有事は日本の有事と、最近発言した安倍元総理なんかですね、必ず頭をかち割られるだろうなんて、脅してるし、中国の報道官、旧中国の正式の公式の、報道がね、大変なことになりますよって、言ってですね、脅迫罪で逮捕された関西ナマコンどころじゃない物騒さ、直接的ですね。地政学の定説なんですけれども、大国に外交上手なしと。まさにその通りです。これどういうことかっていうと、大きな国は力でねじ伏せることが最終的にできるんで、外交がうまい国がない。外交が磨かれる、手段も方法もないんだ。うまいことを綱渡りで乗り切るみたいな器用さがないんだということなんですけれども、まさにその通りだな。っていうか、関西ナマコン、イカですよね。必ずや代償払う。キリなんですよ。安倍元総理なんて、頭かち割られるとか、なんだっけな。台湾にのめり込む日本政府は、火遊びは必ず燃え上がるだろうみたいなことをもう言ってましたね。なんか言うことだんだん北朝鮮みたいになってきたな。そのうち無慈悲な鉄の雨が降り注ぐであろうとか、言い出すのかななんて思っております。まあだんだん余裕がなくなってきた中国政府という話で、よかったらチャンネル登録よろしくお願いします。デトックスジャパン。